めちゃめちゃそんな感じないですね。ああ、やっぱりあの途中の気になったところだけですか。ワンポイントだけ。ここ暗い。まあちょっと暗いかなって感じ。字幕がつけやすい。反響してるから多分音がめっちゃ聞き悪い。私たちは向こうから来る車が分かってくれるかな。近づいてくるって恐怖だな、やっぱり。でも久しぶりっすね、こんな風になんかトンネル歩くの。などんぐらいぶりだ。どんぐらいトンネルってさ、この量分かんないな。でも皆さん、本当に最強っていうこと、最強でもない。使いづらいから。なげや、あと300メートルでしょ。歩くって言ったのあなただよ。でも1,2,3,4,5だからこの辺？この辺だね。このライトがあるところ。この辺りだな。この上だな、やっぱ。上。やっぱり山のなんていうの中だな。そのトンネルめちゃくちゃ落ちとることねえもんな。じゃあのバーッと確かに。あ、これはすごいわ。あ、すごいところ。両脇にはなんか水が垂れてるけど、そんな地面、この一部濡れてるところがあれなんだ。でも上から落ちてないの。で通り過ぎましたけれども、具体的にはどんな感じなんですか。あなたはここを通って、なんか重い空気の中を歩いてる。なんか単純にあなたのその霊感ある人の気分が悪くなる的な、そういうこと。いや、俺の方が強いんだ。霊感的に今の俺の方が強い、絶対強い。ただ本当になんかね、あったかい空気と冷たい空気が今混ざってる。ほら、たまにあったかい風が入ってくる。でもなんていうか、俺はやっぱり何も感じないな、このトンネル。幸せなんだよ。
何、幽霊この辺りいっぱいいるの？いや、全然だね。やっぱ多くも取れてないし。おお、うん。他の暗いじゃん。ああ。暗いと思うんだけど怖いよ。もうこの辺りに来ると、なんかその嫌な感じも減ってくる。もう何もないね。普通のトンネルだねとか。本当に真ん中だけなんだな。何の音が反響しとるんや、これは。女性でお経をあげとる声、これ。聞き取れないけど、なんかわちゃわちゃ言ってる感もある。なんだろう、これ。じゃないの？なんか一気に明るくなった気がする。ギャス。はい、到着。はい、到着。即座ニューターンではないんですか？え、上登るよね。え、マジで言ってる？マジで。だったらライト割り切りの方が良かったんじゃないの？え、そう。暗いでしょ、さすがに。メタルクのトンネル。そっか、ライトいるよね。はい、トンネル歩きましょうか。俺はできに往復してさらにもう一回なんていうの、上は上で別に行くんだと思ってたもん。それ先行って。もう、そうやな。